お家でトータリーミニーカフェを開きたいと思います。ということでディズニーアンバサダーホテルにやってきました。ミニーちゃんのブレッドをゲットしました。夢たっぷりのサンドイッチをお家に持って帰りたいと思います。これはまさにお家でトータリーミニー気分でミニーだらけの空間、たくさんのミニーに囲まれて幸せがいっぱいです。まるでお家の中がパークみたい。こちらがグスベリーサンドイッチです。この可愛いハートの形をした赤いパンの中をよく見てみると、カスタードクリーム、生クリーム、そしていちごの色をしたピンクのクリームにラズベリー、ストロベリー、ブルーベリー、そしてピスタチオ、ホワイトチョコレートとマカロンがついています。もう見ているだけで本当に可愛いサンドイッチ。ミニーちゃんもメロメロです。こちらがシチューセット、お一つ500円です。こちらもまたピンクい可愛い生地のパンボールの中にブロッコリー、ベーコン、うずらの卵ととろーりチーズが入っています。じゃがいもも入っていますね。中にシチューが入っています。外側にはカリカリの粉チーズがかかっていて、ミニーのアイコンであるリボンが乗っかっています。とっても可愛いシチューブレッド、食べるのがもったいないです。こちらがストロベリーメロンブレッド、お一つ380円です。ふわふわのパンの上にカリッカリのストロベリーメロン生地がついています。その上に白い粉砂糖でドットと隠れミッキーが表現されています。この世で一番可愛いメロンパンと言えるでしょう。では早速買ってきたミックスベリーサンドを食べたいと思います。もうなんか幸せ空間すぎて食べるのがもったいないです。でももう結構買ってもう4時間ぐらい経ってるので、いただきます。ストロベリーが甘酸っぱくてとっても美味しいです。ベリーの甘酸っぱさとカスタードクリームの程よい甘さが口の中で合わさって、もうお口の中が幸せ色です。ではこちらのシチューブレッドもいただきます。中からとろーりクリームシチューが出てきて、外のカリカリのこのチーズがアクセントになってとっても美味しいです。これはお昼ご飯にぴったりですね。電子レンジでチンをするともっとトロトロになります。ではこちらのストロベリーメロンもいただきます。噛んだ瞬間サクッサクで、中からストロベリージャムが出てきてとっても美味しい。これは380円とお値段もお安くて味もとっても美味しいのでおすすめです。幸せスイーツに囲まれて、と
ということでですね、ジックタックダイナーのトータリーミニーのスペシャルブレッドをテイクアウトしたら本当に夢見る時間でした。お家が一気にトータリーミニーになってパーク気分が味わえるのでとってもおすすめです。ぜひ皆さんもジックタックダイナーでテイクアウトしておうちディズニー楽しんでみてくださいね。はい、ということでミニー尽くしの動画はいかがでしたか？ちょっとでもテイクアウトをしてみたいなと思った人は動画にいいねをよろしくお願いします。またインスタグラムでも写真を公開中、ぜひ皆さんインスタグラムを見てみてくださいね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。 のように素敵な小さな輝く鳥。